ほとんど消えてなくなってますね。今回のモテニ流掃除講座はお風呂の洗い場の掃除をやっていきます。では今回の掃除で使用するグッズをご紹介していきます。ニトリルゴムのパウダーフリー、使い捨てのタイプです。キッチン泡ハイターです。キッチン用のマジックにですね、歯ブラシを使います。バスボン君、掃除前の様子をお見せします。お伝えするのを忘れましたが、超人たわし Z も使っていきます。このあたり黒くなった青っぽい汚れがついてるんですよね。これは銅石鹸なんですよね。エプロンで特に気になるのはこの溝ですね。カウンターですけれども汚れありますね。このあたりも黒カビ、赤カビありますね。カウンターの下のボードですけれども黒カビが入ってます。壁側なんですけれども、このあたり汚れているんですよ。結構この下のあたりも黄色っぽくですね、汚れてますね。まずは生き物汚れが気になる端っこのところですよね。そこに泡ハイターを吹きかけていきますね。カウンターの下に吹きかけていきます。あとは壁面ですね。まずはザーッとかけて、この後ブラシで塗り広げますので、それではブラシで塗り広げていきます。気になる汚れにキッチンアワーハイターを一通り塗り広げました。では放置している間に床をマジックリンと超人たわし Z で洗っていきます。次はこの溝ですね。このタイミングで歯ブラシで磨いていきます。今度は泡ハイターを塗りつけて、少し放置していたですね、壁の下のところまだ汚れが残っているので、気になるところ超人たわし Z で洗っていきます。あ、落ちていきますね。ではシャワーですすいでいきます。一通り掃除が終わりましたので、掃除後の様子をお見せします。この辺りにあった銅石鹸なんですけれども、ほとんど消えてなくなってますね。エプロンの溝ですね、綺麗になってます。カウンターですけれども、だいぶ綺麗になってますよね。カウンターの下ですけれども、この辺りの黒カビ綺麗に落ちてます。壁なんですけれども綺麗になりました。床はそれほど最初から汚れてませんでしたが、この通り綺麗になりました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。